こんばんは。ようこそ初耳怪談へ。まずはレギュラー陣の皆さんです。お願いいたします。お願いいたします。そして本日もスペシャルゲストに来ていただいております。初耳怪談初登場です。俳優の原田龍二さんです。お願いいたします。ただやっぱの原田さんといいますとね、はい、あのもう YouTube の方でも、はいはい、数々の心霊スポット魚沼市のね、安倍さんと行かれてて、もうこれも本当に小さい頃からの夢で、もう幽霊が見たいんですよ。だって今までたくさん回ったわけじゃないですか。いや 見れてないんですよ。まだ見れてないですか。いるのは分かってるんですね、うん、なんで見れないのって。なんか不思議な現象が起こったりはするけども、はい、ちゃんとしっかりザ・幽霊って感じで見て見たい、見たいし、撮影で言ってるんで撮影させてって。ちょっとだって話聞いたら、はい、タヌキに化かされたとか、あと小玉が取れたとか。小玉取れちゃったんですよ、屋久島で。あれがすごいですね、それ。本当にそれどういう状態だったんですか、状況は。某ミステリー番組のロケで行ったんですけど、はい、で一眼レフで行かれた方は分かると思うんですけど、その島の奥の方に縄文杉っていう樹齢何千年もの屋久杉があるんですけどね、はい、そこでその近辺で取れると。でご覧になったことありますか。たくさんオーブみたいなのがぶわーっともう無数に写真に写る。でその一つ一つの球体にこう目と口のようなものが、ね、一個一個にそういうものがあるっていうのが取れるっていうので行ったんですね、はい、で一眼レフでもう何百枚も、もう道中6、7時間かかるんですけど、何百枚も撮っても映らない。こう普通の登山客とかの方が行かないエリアに山岳ガイドの人に連れてってもらって、ちょっと神聖さがさらに増すようなエリアがあるんですね、奥の方に。でそこ行って撮っても撮れない。ちょっと一人っきりにしてくれと、ちょ森の精霊とこうちょっと対マンさせてくれと、うん、精霊と対マン、精霊と対マンさせてくれっつって一人に してもらってもうお願いしたんですよね、集中して。そんで何がくスタッフがいるところパッて撮ったら撮れちゃったんですよ。そう、実際にもう木の上にもう顔もあるような、木の上っていうかもう原生林だらけですから、何気なくパッと原生林の一部を撮った写真にもう無数の無数の小玉だったと思いますね。ごめんなさい、そのちなみに小玉のお写真なんですけど、はい、実際に ありますよ。え、ちょっと皆さんに見ていただきたいですね。すごい、はい、谷さんね、はい、みんなでいるときは撮れなかったけども、うん、お一人になったときに撮れたってなんかちょっと信憑性高いですよね。いや、そうなんですよね。だからそれって誰が用意したわけでもないし、まあ、その原田さんのためを思って何かしたわけでもないし、はい、でも原田さんよく一人で何かされるんですよね。大勢でいるのと一人でいるのはそんなに変わらないかもしれないんですけど、やっぱり一人の方が恐怖感も増すし、うん、何か俺本当にわがままで自分さえ見れればいいと思っちゃってある種、はい、YouTube で、まあ、スタッフも周りにいますけど、はい、俺だけ見たいみたいなちょっと欲張りなところが、さあでは早速こちらのコーナーに参りましょう。初耳ショート怪談。こちらのコーナーですね、スタッフさんが実際に街に出て一般の方から集めた怪談や、あとはその番組にですね寄せられた投稿怪談、新進気鋭の怪談師の方に1分ほどのショート動画を撮っていただきまして、こちら紹介するというコーナーになっております。では早速今回のショート怪談を見ていきましょう。初耳ショート怪談。山下さんが友人たち何人かと地元の幽霊が出るというダムに肝試しに行った時の話なんです。到着して直後ダムを見下ろしてたら、下の方で何か白い影がふわって動いたんです。で、やばい車に乗れっつって、みんなで急いで乗ってバッ、出たんですけど、佐藤くんいないよって言われて、えって、車止めて慌てて引っ返したんです。そしたら、彼がぐったりして道端に座り込んでるんです。おい大丈夫かって声かけるんですけど、青い顔で何にも言わないんです。で、みんなで担ぐようにして車乗して、彼のアパートまで連れて帰ったんですけど、それから、数日後の話なんですよ。この佐藤くんがあのダムで水死体になって浮かんでたんです。で、解剖したらどうもあの日の夜に亡くなったらしいんですけど、ただ山下さんたち確かに彼を家まで送り届けたはずなんですよね。小さい頃から頻繁に金縛りに会っていたという田畑さん。いや、嫌ですよね、そんな頻繁に金縛り合うなんていうのは。
ただその日はいつもと状況が違ったっていうんです。何が違うのか全く言葉に表すことはできないんだけど、いつもよりなぜか怖いっていうんですよ。だからいつもだったらパッと目を見開いて周りを見渡すところが、怖くて怖い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 と思って目を開けることができなかった。その目を閉じている時もずっと何かの気配がするんです。でもしばらく待っても状況が変わらなかったんで、うって目を開けてみると、そこにね、人の形をした、人の顔をしたものが目の前にいるって言うんですけど、目が4つなんです。うって思ってるとそのままスーッと消えてった。あれは非常に怖かったって、そんな風におっしゃっていました。ちょっとどちらも後味がというか、本当にちょっとこう衝撃が強い話だったんですけども、ノブさんいかがでした？切れ味鋭いですね、両方。でもダムはやっぱ聞きますよね、なんか僕はそのダム自体僕行ったことないんですけど、ここいただいた中で、まあ、とある方がダム行きました。でダム心霊スポットって言われてるらしいんですけど、なんか別に何もないんですって。で夜中行って、で、まあ、もちろんね不法侵入ではあるんで、その、管理してる方とかに遭遇したら嫌だねみたいになってて、で案の定向かいから作業着来たおじさんが歩いてきたんですよ。でおじさんが歩いてきて、で、あ、すいませんって、多分そう管理してる方だと思って、みんなですいませんって謝って、どうしたんだみたいなこと言われて、そのおじさんに、で、いえちょっと心霊スポットと聞いてきただけなんですよって。ああそうなんだ、心霊スポットって言われてんのか、じゃあいいもん見せてやるよって言った後に、その作業着のおじさん飛び込んでったんです。あ、どういうことですか？自殺しに来た人だったんです。でもその人が幽霊の可能性もあるじゃないですか。なるほど、どっちか分かんないっていう話なんですけど、その日にそういうことがあったっていうのはニュースになったとかはない、ないらしいんですよ。またダムだから発見されづらいとかもありますね。そうですね、できればそれ撮りたかったね。いいもん見せてやると、ちょっと待ってくださいってできれば、できそんなチャンスないもん。そうですね、ずっとね、こうね、幽霊を撮りたい、ね、幽霊を見たいっていう思いで、ジャーナリズム魂ね、すごい、さすが、決定的な瞬間ですよね。ノブさん、はい、ただの不謹慎ですただの不謹慎今のは。ただ金縛りでね、今ふっと思い出したんですけど、実は僕小学校の低学年の時に金縛りに悩まされてる時期があって。そうなんですよ。で弟と同じ子供部屋にずっと寝てたんですけども、ある時急になって、最初何が何だか分かんないし、金縛りっていう言葉も知らない。ただいつもだんだんこう寝るのが怖くなってきちゃって、あの祖父母と住んでたんで、おばあちゃんに、これ今思い出せないんですけど、何か告白したんですよ、おばあちゃんに、その金縛りになってるということを。そしたら多分あれ千葉のお寺さんっていうから多分成田さんだと思うんだけど、そこのお札を買ってきてあげるから、それ持って寝てごらんって言って、で持って寝るわけにいかなかったんで、小学校当時あのビニールのこういう名札、あのピンでつける、で僕らの時代ってそういう時代だったんだけど、使わなくなったその名札入れに、透明な、そこにこれぐらいの 1センチ×3センチぐらいの木の札だったと思うんだけど、それを入れて、それを枕の下にピンだから くくりつけて、寝てからピタリと止まったっていう、まあ、気のせいなのかなとも思うんですけど。いやでもそのお札をね、枕の下に入れてから止まったっていうのを考えると、やっぱり金縛り、何かね不思議な存在来たのかなって。そんなことが小学時代ありましたね。あの成田さん新勝寺 その木のお札ってめちゃめちゃ強力らしいですよ。あ、そうなんですか。あの身代わり札みたいにも言われてるらしくて、 ある方がまあそれをこういいんだと思ってこう入れてた、あ、家に置いてたのか。そしたら外で車にパーンってこう跳ねられてしまったんですけども、無傷で済んだ。うちに帰ったらポッキリ割れてたっていう。それ以降もずっとこう買ってるんですみたいな話を聞きましたけどね。何かが起きる前にも効力ってあるんでしょうかね、お札って。ただ持ってるだけじゃなくて、例えばカッターかなんかで細かくして吸っちゃうとか、木のお札を、鼻から吸うとか。でも考え方がサイコパスみたいな。なんかその体内に入れる、持つだけじゃなくて、そうか、中に入れた方が、体内に入れた方がよりなんか、ね、ずっと守ってもらえますもんね。もうだって花火離さずになるわけだから。そう。うん、タックどうですか？それで体壊しますよ。まずね。細かいやつ、まず。そうか、壊すか。でもあの理論的にはというか、やっぱりこうお守りとかお札っていうのは一番はこう思い込むことがやっぱり大切なんですよ。思い込みね。はい。
あのもう魔除けなんかもそうなんですけど、こう日本と海外じゃその魔除けの仕方が違うというか、うん、あれもやはりこの霊がそれを自分たちのことが嫌ってるからそれを行動してるんだってこう分かるので、うん、原田さんがその怖くてこう木の札を入れてるってことを、まあ、もしなんかこう向こうが理解してればそこから出なくなるとかやっぱ あると思うんですよ。あのちょっとこう僕すごい金縛り合うんですよ、うん、で金縛りの時一番に体動かなくなった時にやっちゃいけないことって自分の怖いものを想像してしまうとそれが本当に聞こえたりするんですよね、うん、あ僕ちょっとだからだ俺よくそういう時俺アンドレ・ザ・ジャイアント想像しちゃうんですよ。そうそう必ず出てくるんですよね。アンドレ・ザ・ジャイアント追っかけられるんですよ。ほんで追っかけられて散々ですから、ね、散々逃げて逃げてはえって言うと後ろにアンドレがいるんですよ。めっちゃ怖いです。めっちゃ怖い。それで起きるんですけど最悪。えやっぱそれ考えちゃうと出てくるって出てくるなんですよね。今タックさんもそうですね。やっぱ理論全部合ってますね。本当考えちゃうのが出てくるんですよ。僕だから僕だと大きな犬が苦手なんですけど悲しみになった瞬間にやっぱ思い出しちゃうんですよすぐに、うん、それはすぐここからこううなる音とか聞こえるんですよね。その動物のどうしてもいいものを考えてするんですけどなかなかこう怖いんで怖いものしか金縛り、うん、絶対起きる事故物件ありますよ。お本当に、うん、大阪なんですけど、まだ開いてるか分かんないですけど金縛りプラス見えちゃったり金縛りプラス宝くじ当たる。おんんじゃんけんします？行きたいですよね。なんか、ご5勝1敗ぐらいの一発で勝ち越してますよね。ね金縛り一つで ね、はい、当たるんだったら。金縛りとなんかおっさんの寝息は聞こえるらしいです。でも5000万当たったそうです。本当に。じゃあそこは谷宿住んでたんだ。いや僕は住んでなくてその聞いた話なんですけどそこに住んでた方が。まあ、1年間住んでずっと悲しみになってでも宝くじがめちゃくちゃ当たると、ロト6も当たるしなんかあのコンビニの一等くじみたいなのも全部当たると。ただ金縛りが嫌すぎて解約したっていう。その人今元気だったらいいけどね。あでも話を聞いてるので元気ですよ。あそうですか、はい、ちょっとめちゃくちゃ行って検証したい話ですよ ね、 ね当たるのかどうか、うん、確かに。ただおじいちゃん死にましたね。あと日本音が事故にあってます、うん、あちょっとじゃあ不幸もそうですね、うん、一気にマイナスが強くちょっとやだな。ちょっとでも5000万当たり当たるんだ、はい、あなんかこうでも心霊とかって運が悪くなるってイメージがあったんですよね。よくその心霊写真持ってると運気が下がるみたいな、ね、話する人いるじゃないですか、うん、でもそこはなんか金運は上がってくるっていう、金運はどんどん上がるんですけどやっぱりおじさんの寝息に耐えれなかったらそっちもあるな。寝息やだな。僕も金縛りとか全然ないんですけど唯一一個金縛りは昔ちょっと変だなっていうのがあったんですよ。でもう全然心霊体験ない中の金縛りの形っていうのがなんか、まあ、こんなような感じで寝てたんですよ。寝てて自分が寝てるその実家の布団で寝てる時に金縛りって全身動かないって言うじゃないですか、はい、あ金縛りだ全身動かないと思ったんですけど右手だけ僕の場合動いたんですよ、はいはいはい、右手だけ動くって聞いてないなと思いつつ、うん、動くんだったら動かそうと思うじゃないですか。でこう動かしてたら僕が寝てる布団のこのなんかほんとすぐこの辺に誰かが座ってるんですよ。で輪郭をなぞれるんです。目見えない。で輪郭なぞったら着物着た人が正座してるんですよ。だからあ着物イコールおばあちゃんだとかなんかその親戚だって思って怖くないやと思って意識がふーってなっていつの間にか寝てたんですよ。だけど後でそれ、まあ、自分のいろいろ周りとかに聞いてみたらそれって本当におばあちゃんって言われて、うん、おばあちゃんって着物着てたのって言われて考えてみたらいや別にそうでもなかったなと思うと、うん、あれ俺なんもなかったけど近くにいたらおばあちゃんじゃなかったらでも絶対着物っておばあちゃんだよねっていう思い込みがあるじゃないですか、はいはいはい、だからあれはちょっと今になってみると何だったんだろうゾッとしますよね、はい、さあそれでは次のショート動画に参りましょう。初耳ショート怪談。ルナさん、以前別れた元彼からのしつこい連絡に悩んでいたんだそうです。で、とある日、ウーバーイーツを頼んだ。ルナさん、忘れっぽい性格なもので、このウーバーイーツの置き配を頼んでしまうと、そのまんま料理を受け取らずに忘れてしまうことがあったんだそうで、まあ、いつも配達員の方から直接料理をもう手渡しされていたんだそうですよね。しばらく待つとウーバーイーツが来た。はーいって言って玄関を出てドアを開けると、
久しぶり。そんな声が聞こえた。え？と思って顔を上げてその配達員の顔を見てみると、それはあの別れた元彼だったんだそうです。ここに住んでるんだ、そう言われながら料理を手渡しされたんだそうですが、ルナさんはそれからウーバーを頼むことはなくなったし、すぐにその部屋から引っ越したんだそうですよ。投稿者の S さんのお話になります。 S さんが終電で帰っていた時にですね、自分の前の席に外国人の方がいたそうなんですね。やたらと目が合うって言うんですよ。ずっと見られてる気がする、まあ、気持ち悪いなと思いつつ帰ったそうなんですけども、帰り際その外人が目の前を歩いてるって言うんですね。でふと気づいた時にはコンビニに寄ったのか姿がなくなってたそうなんですね。でまた次の日また帰っていると、目の前をその昨日いたその外国人の方がいらっしゃるんですって。で振り返ってまた目が合うって言うんです。で怖くなった S さんそのまま足早に帰ったそうなんですけども、また後日帰っているとその外国人の方がいるって言うんです。で自分のことを見てきてこうね怖くなってしまったんですけど、その外国人の方が話しかけてくるんですって。また会いましたね、アイスでも一緒に食べませんかって言って、自分の道をこう塞ぐ形で立ってるって言うんですね。でその外国人の方が引っ越しを考えていて、あなたの間取りを教えてください、あなたの家が見たいって言ってきて、それに怖くなってしまった S さんは怖くなって交番に逃げ込んだっていう、そんなお話になります。言って変わって今度は人怖というような感じでしたか。ももさんいかがでしたか。気持ち悪いですね。怪談というかお化けとかそういうものかと思ったらというところですけど、最初に岩尾海喜助さん話されてた、まあ、ウーバーの話、ちょっと現代的な感じですけど、僕もいろいろお話しいただく中でちょっと似たようなというかがあって、その場合は置き配は同じなんですよ、うんうん、とある女性が自分のマンションに住んでて、まあ、帰ってくるじゃないですか。で、まあ、いろいろ注文いつも置き配頼んでる方なんですけど、真っ黒な箱が置いてあったと、玄関の前、玄関の前、はい、だから、まあ、ゾゾタウンとかって真っ黒な箱で来たりとか、まあ、とある EC サイトであるじゃないですか。だから頼んだっけと思って家の中に持ち帰って置いて着替えとか済ませてさあ開けようかなと思った時に、頼んだかなっていう気持ちとともに黒い箱の横に普通だとそういう社名で白い文字が入ってるじゃないですか、うん、それが入ってないんですって。でよく見たらただの段ボールをマジックで塗っただけのものであるってことが分かったんですよ。え、これ誰だって思って中開けてみたら、自分の顔写真の目とか、あのいわゆる目、耳、鼻、口とかを拡大したやつを切ってパーツごとにして箱に詰めたものが送られてきてたんですよ。それは要は元彼の仕業だったんですけど、ちょっと前にごちゃごちゃして別れてしまった後に、もう俺たちはバラバラになったんだねみたいなことをその男の人がつぶやいてて、関係性バラバラなんだって嫌がらせのメールとかいっぱい来てたらしいんですよ。で分からないですよ、その人の誤った愛情か分かんないですけど、自分の彼女の写真をバラバラにして切り刻んで、そういう置き配と見せかけて家に置いてた。でもそれ置いてたのは防犯カメラで映ってるんですけど、その元彼じゃなかったらしいんですよ。全く面識のない女が置いてたらしいんですよ。だからその存在が何なのか、元彼が頼んだのか、どういう存在か分かんないですけど、なんかそういうこういうものだって決めつけてると実は全然違う、人がやること分かんないみたいなのは聞いたことありました。お話でもね、そのまあウーバーイーツのね話ありましたけど、確かにそのね配達する人がたまたま元彼でそういうお仕事をしてた時に、あ、名前見たらあれこいつかなと思ってね、うん、分かることはできますし、うん、でさらに、まあ、このウーバーイーツだけじゃなくてもね、宅配業者の方、はい、僕らってもう何頼んだかってちょっともう分かんない時あるじゃないですか。でもピンポーンでこうなんかね配達業者の方だったりすると、あ、なんか頼んだんだろうなと思って普通にオートロック開けちゃいますよね、うん、やっぱりこうよく考えると少し怖いことだなっていうことを気づかせてもらえるような話でしたよね。でも皆さんないんですか、その不特定多数の方というかが家を知るわけじゃないですか。
はいですか。僕一度絶対食パンを手に入れないといけない時があって、どうしても気になるよね。ちょっと話したものが長いんですよね。どういうこと？食パンがちょっと長いんですよ。撮影かなんかで。そうです、はいはい、ただ時間的にもうスーパーは全部閉まっててみたいな、うん、でコンビニだと思って行くんですけど、うん、コンビニ意外と今食パンないとこで、そうですか、どうしようと思って、で自分で回りつつ家に今そのウーバーイーツってコンビニも持ってきてくれるんですよ、買って、はい、でちょっと2キロぐらい先のコンビニから食パンを持ってきていただいて、そのウーバーイーツの方に、でも走りながら僕外に受け取りに行ったんですよ。もう、あのこうマップで見えるんですよね、今配達員がこの辺にいますのが分かるんで、そこに会いながらこう名前を言いながら、あ、沢村ですよっつって、食パンすぐにってこうやったら、その方が、あ、やっぱりタクさんですよねって言って言われて、でもその時急いでたので、あ、はい、ありがとうございますって食パンが抱えて僕も走って行っちゃったんですよ。でも僕多分ものすごい変なやつと思われてるんですよね。夜中20 0時ですよ。0時に食パンだけを走って取りに来たって、あいつそ何なんだろうって思われてるなとか。だから皆さんもそういうなんかこうそういうサービス使う上でこう自分のことを知られてしまってるみたいなことって結構やっぱ、僕ものすごい青ざめられましたよ。どういうことですか？ウーバーイーツ頼んだんですけど、うん、ガチャって開けて、なんかじーっと顔見てでしょうね。出てきて松原は何してるから、ここ事故物件かいと思います ね、 そうですよね。そうだ、あのスローモーション何やったのいや恐怖だったでしょうね。いやだからこちら側だけじゃなくてね、配達する側の方も怖いわけですよね。はい、いやでも本当に今ならではって話でしたね。ありがとうございました。いやでもやっぱね、話盛り上がりましたね。ありがとうございました。以上初耳ショート会談でした。